消防寺は埼玉県東松山市にある新言集地山派の寺院である。3号は岩戸の山。坂道33カ所の十番札所である。一般には岩戸の観音の通称で知られる。寺伝によれば養老年間に社門一海が千住観音像を刻み解散し消防案と称し、鎌倉時代初期に源の頼朝の命で比企吉和が復興した。頼の妻、 北上政子の守り本尊だったと伝わっている。天正2年に堺春が中高解散となる。天正19年に徳川家康から寺二25国の主因地を与えられる。岩戸の丘陵の最東端に位置し、物見山のすぐ隣にあるため、寺は休憩者地を切り崩したような場所にあり、山寺の雰囲気を持つ。首郎と同章大長東松山市の元日。 平成28年から YouTube 東松山市公式 YouTube 消防寺の第一町 YouTube 東松山市公式 YouTube に王門から伸びる表参道の両脇には家が立ち並んでおりかつての消防寺と門前町の繁栄の面影を残しているが実際に商店の建物のまま残っているのは定時や旅館と向かいのうどん屋のみである寺の裏手には 交通量の多い県道が通っているため、消防時への参拝者もこの県道から観音堂へ直接来る人がほとんどである。周辺にはレジャースポットが多い。ありがとうございます。